はい、はい、それでは二人羽織メイクスタート。はい、じゃあ下地から行きます。はい、あ、消毒したい。あ、消毒したい。消毒ちゃんと消毒からはい、はい、下地考えましょう。田村さん、ダメです。ダメです。あ、結構でした。怖い。怖い。いけるいける。いけるいける。いけるいける。これはちなみに今下地ってことですよね。下地です。下地村さんもどんな感じにされてるか分かんない。あんま見えてない。分かんない。こんぐらいかな。はい、こんぐらいですか。はい、はい、じゃあ次、はい、ポンプしてくださいエアポンプやってる何も見えない。大丈夫、合ってる合ってるよ。めちゃこのスポンジごついですね、うん、そうだね笑うと手がはい、はい、終わり。粉ですね。はい。はい。そう。このままやりますか。はい。大丈夫です。え、そんな。おお。大丈夫。はい、やってください。とぶく。ずっと閉じてます。お粉 OK です。いい、はい、はい、あ、すごいちゃんと蓋も閉めてくれてる。はい、そしたら次は粉落とします。筆ハケ使ってください。ハケこれですかね。あ、それで、はい、はい、いけます。はい、はい、したらじゃあシェーディングとかですかね。はい、シェーディングお願いします。はい、あ、これ、はい、はい、でこのあたりですか。このあたりではい私
は縦長なんで、はい、そう縦を削りたい。ここですね。そうそうそう、そこかな。どこ？わかるか。ちょっとだけ見えちゃった。全然やばくない。やばくない。大丈夫大丈夫です。顎を削りたいってこと、顎の下の方に塗ったりとか。顎じゃないね、それ。おでことか。独特な新人くらいの顔してる。はい。終わった？はい。ハイライト。ハイライト。ハイライト。お願いします。はい、じゃあハイライトどれだ？ヤタリさん目が見えてませんなので全く何が何なんか分かってない状態なので。あ、はい、これですか？はい、はい、あ、終わってる終わってる。村谷さんの口が、おでこ、はい。そう、鼻の鼻筋を通したい。私はうまい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 。いいですか？そう、あと、そう、目元のシーライン。あ、はいはい、はい、OK。チーク行こうかな。はい、チーク行きます。チーク何やってきてるんですか？チークいっぱいあるよ。あ、これ、あ、いい感じですね。はいはい、もうかわいい。かわいいんです、これ。え、合ってます？はい、これじゃあ合ってます。大丈夫です。ビッグブラシちょっと出た。はい、ぐるぐると。はい、ね、はい、私結構横に入れます。はい、横に回るじゃなくて横長に入れる感じ。そんな感じです。あ、あ、でもすごい上手い。え、そんな左手でそんなことできるの？すごい。いい感じ。いい感じかもしれないね。やった。じゃあ閉めます。じゃあ早速眉毛行こうかな。眉毛行きます。私、あ、眉毛ブラシ、これ。はい、じゃあ眉毛ブラシ、眉毛行きます。はい、もう思い描く感じで眉毛、私眉毛あんまないんで。じゃあ思い切り描いたら、思い切り描いてください。はい、あ、ちょっとやる枯れちゃう。はい、じゃあ反対。こっちやった方がいいよね。すごい、テーブルちゃう。ちょっと右側やった方がいい。あ、そう、あ、そっちで行く？あ、何、なくなっちゃった。抜いたんですか？うん、なんか、あ、さっきのノクノクなってんじゃない。はい。はい。したら、眉毛のパウダー。そうです。そうです。これですかね。はい。したら、グラデーションになるように目尻から先に色濃いところを乗せて。難しい。はい、あ、そう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 、はい、はい、で目尻からジョンとして感じで、はい、はい、じゃあちょっとあの眉頭にも色を入れたいんで、はい、で、私結構ノーズシャドウもがっつり入れちゃうタイプなんで、はい、一番明るい色で、で、そう、ノーズシャドウ入れてください。そうそうそう。お、いい感じじゃない？いい感じなところ入れてる気がする。眉毛の境目なくしたいんで、眉頭？え、なんて言えばいい？
角のところでちょっと濃いめのカラーをのせるみたいな感じ。そう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 。あ、そうそうそう。はい。オッケー。はい。オッケー。はい。はい。そしたら、アイシャドウ、アイメイク入ります。いきます。はい。あれや、眉マスカラしてない。眉マスカラしてない。眉マスカラ。さっき見ました。これですか？はい。はい。じゃあ、眉毛お願いします。あ、それは触ってったら多分、うん、あった。あ、あ、あすごい。あ、すごいすごい。すごいすごいいいです。すごい。あ、それは違う。髪の毛やね。アイシャドウ、アイシャドウ。アイシャドウです。アイシャドウ。これですか？あ、はい。基本指だから。うん、大丈夫大丈夫。基本指なの。何色になるかわからない。あ、そっち行った。はい。あ、合ってる。え、合ってる？合ってる合ってる。なんかすごい綺麗な色。そう。すごい綺麗な。いい感じ、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 いい感じ。で、それを置いて、はい、シャドウ使います。はい、あ、すごいわかりやすい。はい。パレットで塗っていきます、ね。めっちゃ汚い。じゃあ、アイホール全体に塗ります。はい。でも、すごい、うん、いい感じかも。いい感じ。はい、で、目の下も入れます、私。はい。はい。上向いてください。はい、あ、でも、うん、結構ちゃんと目の下、いってもらってる。うん。果たしてどれがいい？濃い色を入れます。目の際、目の際を、アイラインに近いところ、二重まぶたぐらいですか。あ、でもすごい。はい。オッケー。はい。いい感じ。はい。したらキラキラ好きなんで、はい、キラキラを目の上にのせたいです。はい。はい。キラキラ。こんな感じですかね。ですか？それです。はい。はい。あ、すごい。すごい可愛い。はい。え？目どこ行ったんですか？え、マジで？あ、これか。はい。はい。よし。はい。はい。じゃあ、置いといて。じゃあ、アイライン引きまーす。やばい。これでメイク完成でーす。では、二人羽織のその、被ってるものを撮ってください。はーい。お疲れ様で出てきました。では、田村さんも鏡を持っていただいて、鏡と、浦谷さん横に来てもらって、ちょっとアップしますね。こんな感じです。すごい。結構でも見てる人は結構そわそわしたところが何回もありました。すごい。ちなみにアイラインはこめかみです。で、ちなみにマスカラがリップだったので。そうなんです。これ全部リップって感じですね。で、眉マスカラが多分、普通のマスカラで、で、色付き半分だけすごい綺麗に塗れてる。あ、そうそうそう。こんな感じで。で、
だと、あ、そうですね、まずね、怖いんだけど夢に出てきそうな感じです。着きました。着いてると思う。すごい。ハッピーします。まい。